子供にイライラしても OK! はいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターオカチです。親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います。今日のテーマは「親から植え付けられた呪いを緩める考え方22選」です。ということでねまあ,あの人生脚本の話ですよ。 えー、僕たち私たちは人生脚本に従って子育てをしている。なので子育てを変える子供との関係性を変えるそして子供とえ、えー、子育てをもっともっと自然体でね穏やかなものにしていくそのためには人生脚本を変えることが大事だよねって話を ずっとずっとずっとやってきましたということで、まあ、その人生脚本っていうのはね、まあ、0から6歳までの自分の親との関係性によって、えー、生まれた信念や考え方ですよね親に嫌われないように親に愛されるためにそして親に捨てられないためにちっちゃい私そしてあなたがいろいろと考えて実行してきたその心の癖であったり行動パターンであったり思考の習慣 これが人生脚本ですよね。うん。例えば、もうここに書いてる通り、まあ、完璧にしないといけないとか、自分でやらないといけないとか、えー、ちゃんとした親にならなければいけないとか、お金にならないことは全部無駄なこと、自分のためにお金を使ってはいけない、などなど、このような考え方に縛られて、僕たち私たちは毎日生きているということですよね。なので、結局のところ、このような人生脚本、ここでは、 呪いという表現をしていますけど、これを緩めないことには、ね、えー、どんな本を読んでも、どんなコーチング術を学んでも一緒なんですよ。結局一緒なんですよ。頭ではダメだと思っていることをやってしまうんですね。頭ではダメと思っている。これ、潜在意識じゃないですか。頭で意識していること。ね。で、この人生脚本っていうのは潜在意識に眠ってるんですよ。この潜在意識と潜在意識の力のバランス、いわゆるパワーバランスっていうのは、潜在意識がね、5%ぐらいで、 潜在意識が95%なんですよ。兵力で換算してみてください、ねえー。戦争が起こった時に、潜在意識のチームは5人ですよ。で潜在意識のとチームは、ね、95人ですよ。これ、勝てないんですよ。だから、頭でどんだけダメやって思っていたとしても、潜在意識にある、えー、人生脚本が、ねえー、自分の人生を自分を動かしてしまうんですよ。なので、頭ではダメやと思ってもやってしまうんですね。つまり、 この潜在意識に眠っている人生脚本を、ねえー、しっかり書き換えることが必要だと。まあ、どうやって書き換えるのかというと、その潜在意識にある人生脚本を外に出すということなんですよ。眠ったまま奥の深い深いところにあると、これ変えることできないんですよ。自分自身が今どんなべきに従って生きているのかであったり、どんなこうしないといけないに、えー、縛られているのかっていうことに気づいた上で、 気づいた上で違う考え方もあるよねということを、ね、知ることが大事なんですね。はい、これをよく言うところの自分の確信を疑えっていうことなんですよ。自分にとって絶対的に正しい。子供を学校に行かせなければいけないとかな。人の役に立たなければいけないとか、そういう自分の中に絶対に正しいという考えがあり。 それは、それ以外の考え方もあるんだというふうに思えたときに、緩んでいくんですね。あ、また違う考え方もあるな。こういうふうに考えた方が、親も子も楽になるよね。というところでね、落ち着いていけば、えー、緩むんですよ。緩むから、少々のことでイライラしなくなる。そして、えー、親も頑張りすぎずに子供を伸び伸び育てる。そういう関わり方が見つかるということなんです。なので、今日はね、ミスターおかち、あ、僕、僕ですよ。僕おかちなんですけど、僕がね、あの、あなたのべきであったり、あなたの こうしないといいいけないっていうここととににに対しててて徹底的にツッコミを入れいいいいいきたいと思いますそれなんんでやねんっていう風にねっううう考え方もあるやんみたいな感じでねえちょっと緩く突っ込みを入れていくまあそのような回にしていきたいと思いますそうすることでねえあこのべき自分あるわとかあこういうふうな考え方をしたらちょっと楽にな,るなりそうだなというところがわかればねえ少し緩めることができるんじゃない,なないのかなというふうに思ってますはいじゃちょっとルイボスティーを飲みますねルイボスティーを飲んで はい、やっていきましょうか。 ま、この番組ではね、こんな感じで、親も子も楽になる、緩める子育てをテーマに、子育てのイライラや、自分責めを緩めるコツや、子供を自立させる関わり方を紹介しています。ということで、このね、緩める子育てラジオ、顔出しなしの長尺動画なんですけど、今日も多分1時間ぐらい話すことになります。これはね、もうすでにね、24、5本上がっていますので、ぜひね、お価値のチャンネル、ま、まずフォローは絶対してよ。フォローはしといてもらって、この緩める子育てラジオっていうのがあるんですよ、再生リストに。 リストってあるでしょどっかに チャンネル見てもらってあります。そこにあるので、その再生リストをかけ流ししながらね、えー、家事とか育児とか、まあ育児はちょっと難しいかな、えー、どっかに通勤するとかドライブとかにねあの、お供にしていただけたら、これ以上に嬉しいことはありませんということです。で、概要欄見てもらったら、お菓子の公式 LINE の案内とか、著書の案内もあるんで、ぜひそちらもちょっとチェックしてみて、で、公式 LINE はね、あのー、お菓子が有料講義で紹介している動画、いわゆる人生脚本をどのように書き換えるのかっていうね、えー、今節丁寧に、丁寧にガッツリ分かり 安く解説した動画を26本うん聞きました26本プレゼントするにゃ <laughs>、えー、26本プレゼントするのでそれをね、えー、受け取ってくださいあの概要欄にありますでこれ、あのー、秘密の暗号を言おうか、うん、あその公式 LINE 登録してそこにね I am a star 大文字でよスペースなしよスペースなしで I am a star I A M A S T A R で入れていただいた大文字ね、入れていただいたら、自分のビジョンを見つけるための、えー、スペシャル動画とコラムが届きます。はいこれまさに有料講義でやってるワークそのものなんで、自分が何のために生きていきたいのか、ねえー、これから自分の命をどこに捧げていきたいのか、でその人生の目的地だったり、自分の人生のビジョンを見つける、えー、きっかけというかヒントになると思うので、ぜひね、公式 LINE 登録して、I am ム s スターって入れてみてください。届きます。スペースなしよ、大文字よ。 はい。ということでね、じゃあ早速やっていきましょうか。今日はなんかね、比較的リラックスしてます。あの、全く原稿ないんでね。原稿ないんで。あの、こんな感じがいいですね、ラジオはね。あの、ちょっと寄り道しながら、ぺちゃペちゃ話して、まあその時その時にね、思ってることを話していくっていう、まあ自分の今のね、頭の中そのものをね、切り取って、皆さんにちょっとごシェアさせていただくというぐらいのね、感じがね、ちょうどいいと思いますんで、そんな感じでやっていきたいと思います。はい。それでは行きましょうか。 親から植え付けられた呪いの緩め方22分の1ちゃんとするべきどうでしょうかねこれはね、えー、自分自身にもそうでしょうし子供自身にもそういうふうに思うことはありません ちゃんとした親にならなければとか、ちゃんとした子を育てなければっていう、そういうちゃんとちゃんと病ですよね。どうでしょうか。ちゃんとした親にならなければっていうのがあるから、周りの目が気になって、ちょっとでも周りの人と違うかったら、周りの子と違うかったり、周りのママ友と違うかったら、不安になってしまって、焦ってしまって、その焦りや不安を子供にぶつけてしまう。イライラという形でね。どうでしょうか。そのようなことありません。で、ここからツッコミなんですけど、どうですかこれちゃんと ありまますけど何何そそれれちちゃゃんんんんととっっっててて思いせな具体的にどういうことうん。<laughs> あの、曖昧ですよね。ちゃんとって何一番になれってことうん。他の、他の子ができることは全部やらないといけないってことなのこれ曖昧ですよね。曖昧なことに縛られると苦しいんですよ。だ何をやったらいいか分かんないから、ね。この、このちゃんとっていうのが、例えば、靴を揃えましょうやったら、靴を揃えたら、揃えた後からもリラックスするわけでしょ でも、ちゃんとしなきゃっていうのは、靴を揃えても、これでいいのかなって不安になるし、ね、えー、なんだろう、じゃあ、上司に、上司のビールをこう、お継ぎしても、これでいいのかなって不安になるし、なんだろう、お継ぎすることあんまないかわかんないけどね。まあ、こういうふうにね、何をしても、その不安は取れないんですよ。この、ちゃんとちゃんと病っていうのは。そこが苦しいんですよね。 なので、ちゃんとするべきじゃなくて、何をするべきなのか明確にしませんかっていう提案ですよね。うん、で、それ何をするべきで決めたんだったら、それって本当にするべきなのかなっていうことを改めて見つめ直した方がいいですよね。 うん。それは、ま、あの、この子の後ね、この22個紹介していく中でね、何々すべきっていうのはいっぱいあるけれども、ここに書いてるすべきって本当にそうなんですかと。誰かの役に立つべきってあるけど、本当にそうなんですかっていうことをね、含めてね、改めて、何をするべきなんだろうということを考え直すのもいいと思います。で、これこそね、何をするべきを考える前に、どういう子を育てたいのかであったり、一番どんな子育てをしてい,たいきたいのかっていう、長期的なゴールを見つけないことには、今の 何をすすべきかかかなななんか分かんんいはずなんですよそうじゃないですか。ね、自分が、えっとねえー、大阪のユニバーサル・スタジオに行きたいのか、ね、それとも、えー、東京のディズニーランドに行きたいのかそれによって進むべき道のりって全く違うわけでしょ、うん、それ何に乗るのかって乗り物も違うし、ねえー、何時に出たらいいかとか全く違うわけじゃないですか今やるべきことっていうのは目的地によって変わるんですよ。となった時に あなたはどう生きたいんですかってことですよ。ね。あなたはどう生きたいそして、どんな子育てをしたいですかって、どんな子育てたいのかって、そのゴールを明らかにすると、今やった方がいいなって思うことが見えてくるってことです。で、このゴールを明らかにするのが、先ほど公式ラインで話したやつですよ。ビジョンを明らかにしようってやつ。それ作れるから、とにかく,とにかく公式ライン登録して、I am a star って入れてみて、出てくるからな。ピコンって。スペースなしよ。大文字よ。うん。綱に間違えたらあかんで、I am a star よ。スターって星の方のスターやからな。はい。つ次行きましょうか。 親から植え付けられた呪いの緩め方22分の1完璧にしないといけないうーんこういう完璧にしなきゃ病ですよねこれで困ってる方は本当に多い、うん、まあおかっちもそうだったんだけどねおかっちは本当に 間違ってはいけないって、1ミリ足りても狂ってはいけないっていうことが結構強くてうん、完璧な正解が見つかるまでは行動できないっていうのがあったよね。で、本当にやりたいこと見つかっても、本当にそれが自分の人生にとっていや、なんか豊かにするのかっていう、そこの確信が持てるまで動けないっていうことがずっとずっとあったよ。でもこれやってみないと分かんないじゃないですかね。ね。で、完璧にしないとっていうのを自分だけじゃなくてね、相手にも押し付けちゃうんですよ。ね。 そうじゃないですか、子供にもそうです。国語は100点やったけど、算数は92点やった。じゃあ、なんでここ間違えたのってえ。この前と同じとこ間違えたじゃないっていうふうに、ねえー、子供のことを認められないっていうことありませんか家事,家事をするにしても、育児をするにしてもね、えー、仕事をするにしても、段取りをするにしても、何をしても、するにしても完璧にしないといけないって。 一つ一つを間違ってはいけない失敗してはいけないみたいなそういうことがあると自分も相手も縛ってしまいますよね苦しいですよねうんで本当に完璧にしないといけないんですかってことですよでそもそも初心者っていうのは完璧にできないんですよそうじゃないですかあのスキー始めてもねやっぱ最初はこけるしね、えー、ピアノやっても最初は自分が思うようなパプリカ弾けないわけでしょ うん、そういうことなんですよ、ね。ギター、アボカチもやってるけど、やっぱり上手に弾けないんですよ。なんか F コードとか難しいんですよ。これ全部抑えられないんですよ。抑えられなかったら美しい音にならないんですよ。でもそういうもんじゃないですか。ね、完璧にしないといけないじゃなくて、そう失敗しながら学んでいくわけでしょ、ねで。完璧にしないとっていうことを恐れてしまって、努力しなくて、挑戦しなくて、行動しなかったら、やっぱり成長しないんですよ。で成長しなかったら成功しないんですね。 まあ成功っていうのは自分が思い描いてる世界に行くことって考えたときに、やっぱり成長することが大事で、成長するためには不完全のまま自分をさらしていくことが大事なんですよ。表現してアウトプットしていく。実践していくことが大事ですね。それを失敗を恐れて行動せんかったら、今のままでーす。今のままでいいんですかいいですって言うんやったら、それで OK ですよ。 でもそうじゃなくて、これからはこんなスキルを身につけたいし、あんなこともやりたいって思ってるんやったら、完璧にしないとって思うことで、自分を苦しめてしまう可能性があるよねってことですね。はい。で、この、もう頭では分かってると。頭で分かってる。完璧にしないといけない。これを緩めたら楽なんだろうな。でも緩まないっていう方はね、緩まないっていう方は、あのー、価値の本を読んでください。ね。あのー、概要欄にあります。緩める子育てって。 それは、今ここで紹介している完璧にしないといけないということをどう緩めるのかって具体的な方法も解説してますんで、このラジオを聞いて一番最後にね、概要欄チェックしてみてくださいね。はい。次行きましょう。わからないと言ったらダメ。ちょっと飲みますね。うん。指パッチ、あ、指の音。鳴ってますね。鳴ってますね。ってか鳴らしたんですよ、今ね。はい。わからないと言ったらダメ。えー、っと、これはね、 えー、あるね。あるね。それ、ある、あること全部書いてんだけどな。えー、これはね、自分で考えなさいっていうやつですよ。ね。やっぱこれからの時代は考える力が必要だから、すぐに助けを求めてはいけない。まずは自分で考えなさいっていうやつ。その、それを、子供に押し付けてしまう。 で、子供自身も困っていることがあったり、わからないことがあるのに、それを助けを求めることができないっていうやつですよね、うん。もちろん自分で考えることは大事ですよ。何でもわからん、わからんって言って答えを教えてもらうまで待って,待ってると、やっぱり考える力も育たないし、あの受け身になってしまうよね、うん。だから自分で考えることは大事なんだけど、それと同時にわからないことをわからないって認めることも必要,必要じゃないですか。 ね、で、分からないことときも何が分からないのかってちゃんと明確にして、ここここは分からないって伝えることも必要ですよね。そうですよね。そうなんですよ。何か一つが正しいではなくて、何か一つは正しいけど、何か一つも正しいなんですよ。考えることも大事だけど、分からないということも大事なんですよ。そうですよね。ということで、何か一つだけに縛られてしまうと、それ以外の世界が見えなくなるんですね。これが呪いの。 呪いいの悪いとこなんですよこうしないといけないって考えてたら、それしか見えなくなるんですよ。いや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 、考えることも大事だけど、分からないっていうふうに。じゃあ、と質問することも大事ですよね。ね質問しないと学びが深まっていかないよね。分からないことを分からないままにしてたら、ね、あの分からないって自分で考えるんですよ。でも自分で考えて分からへんことってあるわけじゃないですか。その時に誰かに聞いてはダメだと思って、もうそのままにしてたら、分からないことは分からないままでしょ。 助けを求めること、わからないことを認めることも僕は大事だと思うんですけどあなたはどうでしょうかはい、親から植え付けられた呪いの緩め方22分の4最後までしないとダメあこれはあれやな途中でやめたらあかんってやつやな。 ねえ、もちろんね、あの、努力、努力することであったり、自分がやると決めたことを続けること。これすごく大事なことだと思います。で、おかちもね、やり抜く、こうと投げ出すこの習慣って書きました。ね。最後までやり抜くっていうこと。これはね、えー、子供の学歴とか、年収とか、幸福度にも大きく影響するスキルの一つです、ということですよね。なので、そういう意味でも、苦しいことがあって、すぐ逃げ出すんじゃなくて、えー、それにも耐えて、耐えて、えー、やると決めたことを最後まで全うするということ。 それをね、教えたいって気持ちも分かります。うん。だけれども、やってみて分からないこともあるやろで、やってみて、あ、これは自分が向いてないなとか、これは自分が嫌いなって思ったんだったら、やめたらよくないですかね、もっと違うことが見つかったんだったら、そっちをやったらよくないですかやりたくないと分かってるのに、それをずっとずっとやり続けることにどんな意味があるんでしょうかそこで、それで我慢強くなるって言いますけど、本当の我慢の我慢強さっていうのは、やりたくないことに対して我慢することじゃなくて、 ね、自分がやりたいことがあってそれを実現するためにこんな苦しいことがあるそんな苦しいことがあるけれどもそれに,それに、ま、向き合って頑張ることこれが本当に必要な我慢強さなのかなと思うんですよ。 うん、やりたくないこと、こんなんやって何で、何の意味があるのって思うことに耐え忍ぶことっていうのは、あんまり役に立たないと思います。僕はね。それだったら、いや違うなと思ったら、自分が違うなと思ったら、その場所を変えてね、また新しいことにトライしてみて、これだなって思ったことに挑戦したらいいと思うし、それをやってみて、飽きが来たら、またね、やりたいなと思ったことをやったらいいと思うんですけども、そ,れそこまでねさ、えー、最後までしないとダメって、子供を縛る必要ってありますかそして自分を縛る必要ってあります で途中でやめたらあかんっていうふうに言われるとやり、何か始めることに対してすごくね、壁が大きくなるんですよ。ね、だってやる、やったやるって言い出したら、もう大人になるまでやめたらあかんみたいなのになるとね、言えないじゃないですか。ね、で実際やってみないとわかんないんで、特に子供の時期、まあじ、10歳まではね、特に10歳もですよ、別に年齢っていうのは大きな意味はないけども、えー、それまではね、えー、とにかくどんどんどん,どんやらせてあげる。 違うなと思ったらやめてもいいっててここととを認めてあげるもも大事ですね。もちろん習い事に関してはお金がかかることだからそこはあるどこかのところで区切りをつけるってことも大事でしょうけどねはいこんな感じでやっていきましょう親から植え付けられた呪いの緩め方22分の5人の気持ちを優先にすべきねえ これは子供の時に親からね、えー、わがまま言うなとか、我慢しなさいとか、周りのことを考えなさいとか、ね、その協調性を大事にしろみたいなことを言われたり、集団生活でうまくなじむということ、それを、えー、尊重した、そういう教育を押し付けられたがあまり、押し付けられたという言葉を使ってるけど、もちろん親としてもね、えー、あなたに幸せになってほしいという思いでね、そういうことをやってる方もいます。そうじゃない人もいますよ、もちろん。ね、そういう方もいますので、えー 親が一概に悪いといいとうわけでではないんです特に僕たちが生まれた、まあ、僕が生まれた時代は昭和55年やね、個性よりも集団生活がでうまくやること、いわゆる協調性が求められたっていう時代でした。時代なので、自分があれやりたい、これやりたいってことを突き進むよりも、周りの指示を聞いて、それを的確にこなす力が、えー、出世するためには大事だったということもありね、親はそういう世界を体験してるからこそ、えー、子供にも社会で困らないようにということで、えー、自分の気持ちよりも周りのことを考えろっていうことを、えー 言ってきてきたんじゃなないいいかなと思いますはい、そういう意味でねあの、当時は仕方なかったけれども、今時代が変わりましたねあの。上司のことに対して、はい、分かりましたっていう、そのイエスマンだけで、イエスマンっていうかね、そういうことだけではやっぱり生き残っていけない。自分でね、現場,現場を知ってるのはやっぱり一番自分じゃないですか。上司は現場に行ってないということで、現場でね、こういうことが必要だと、現場の声を聞いて、えー、もしかしたら今、会社がやってるこの商品よりもこっちの方がいいんじゃないですかって。現場の声を聞くとこうなんですが、みたいなことをね、提案 すすする力も大事なんです、ね、そうなんんででねそうただイエスっていうわけだけじゃなくて自分で問題を発見して自分はこういうふうに思うっていうふうにね新たな価値を生み出すそういう力がこれからの時代は求められているってことなんですよねそうなんですよだって1つの商品作ったらそれが20年30年売れ続けるってこんな無,無理なんですよ今の時代ねそうなんですね、えー、この商品のねこのライフサイクルというか寿命っていうのも短くなってますなのでどん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 新しいものを作り出していかないといけないっていう中ではね、えー、自分の意見を言わないじゃなくて で相手の気持ちも考えた上で、人の気持ち、自分のこと自分の気持ち自分がこうしたいこうありたいってこともしっかりとね意見にすることは大事なんじゃないかなーと思うんですけどもいかがでしょうかね、で、もっと言えばねあのー、人の気持ちばっか大事にしてたら自分は幸せになれないんですよ。そうじゃないですか。ね、あのー、自分の心を置き去りにして相手の期待に応えてもそこには不安しかないですよ。 まあ瞬間的な安らぎはありますよ。褒められたとか、認められたってあるけど、それは瞬間的なもので、結局、嫌われるんじゃないかとか、まだまだ期待に応えないとみたいなところがね、えー、強まっていって、結局はね、えー、安心にはつながらないんですよ。 で安心心したたたりとか、心を満たすためには、自分が何を求めているのかとか何を欲しているのかということをちゃんと知ることが大事ですね。自分とつながるってことですよね。でその上で自分がこうしたい、こういうふうにありたいし、こういう子育てしたい、こういうふうに生きていきたいということを軸にね、じゃあ何をするっていうふうに決めていくことがやっぱりね、自分の心を満たすため、その毎日を充実させるためには大事なんじゃないかなって僕は思います。はい。分の失敗は 恥ずかしいこと。まあこれさっきも話したんだけど、ね、失敗って本当に恥ずかしいことですかって。バ、ね、カ、うん、にされるようなことですかって。まあこれからの時代ってやっぱね、えー、何をやってもうまくいかないんですよ、最初は。 <laughs> あの昔、まあ去、去年までやってたことを成功例に、ねえー、をなぞってやればあの成功するっていう時代ではなくなったんですよね。本当何をやってもなうまくいいか,か分かんない中で、こうかな、ああかなっていうふうに実験して、えー、テストをしてみてあここはハマったけどここはハマらないっていうことをね、えー、確認しながら新しい商品を作るってあったりクライアントとコミュニケーションしていくってことが大事なんですよね。その時にやっぱ失敗を恐れてたらコミュニケーションできないんですよ。 こう僕はこういうことやりたいんですって、こあなたは求めているのはこういうことですかっていうふうに伝えないことにはあのー、相手の反応を得られないわけじゃないですか。反応が得られないことには、相手が求めていることが分かんないですね。失敗を恐れてたら成長もしないし、本当に相手のためになるようなこともできないんですよ。 ね、相手のことが大事って言うんであれば、相手が本当に何を求めてるのかってこうなんですかっていう確認しながら、失敗を恐れずに突き出していくことで、あ、ここの部分は違う、ここの部分はいいよっていうことをね、そのやり取りをしていくことで、相手が何を求めてるのかが分かるわけでしょ。で、相手が本当に求めてることが分かれば、それに対して対応できるってことじゃないですか。自分ができる範囲でね。うん。なので、やっぱり相手のことを考えたとしてもね、失敗を恐れていたらそれができないよと。表面的なところ、相手が言ってる言葉、言葉の部分を上ずって、こう、こ ねえー、サービスをしてしてまうとでもそれって言葉っていうのはただただ言ってるだけかもしれないし言葉にならないところで深いところに相手の欲求があるかもしれないですねそういうところを聞き出さないと分、ね、かんないわけで。 ね、本当に求めていることは。なので、やっぱり失敗を恐れずに、こういうことですかっていうことを確認したりであったり、それはもうそのコミュニケーションだけ,のだけじゃなくて、あらゆる場面もそうですね。うん。あの、やりたいことがあるんだったら、ピアノでもダンスでもバスケでも、フラワーアレジメントでも何でもそうじゃないですか。最初はみんな初心者で、うんえー、失敗しながらね、成長していくってことで、失敗を恐れていたら、やっぱりうまくならないってことですよね。自分が望むところまで到達しないってことですよね。はい。 これはもう分かってるよねみんな重々ね子供にも言うてるよな失敗してもいいよってどう言うてんのかな分からんけど失敗は成功の母だよって、ね、そうやって失敗を恐れてる子供がいたらあなたは何と言いますかって話ですねでもしそれをそういうメッセージを伝えるんだったら日頃の生き方日頃の振る舞い方もその自分が伝えるメッセージに合わせていくってこと大事だよねはい親から植え付けられた呪いの緩め方22分の7イライラしてはいけない どううでしょうか、ね、子育てでイライラしてはいけないとか、ガミガミ叱ってはいけないとか、ね、あまた今日も叱ってしまった、自分はダメだっていうふうに自分を責めてしまったり、そのようなことはありませんかっていうことなんですね。で、あのーまあ、穏やかな母に憧れる、いつもニコニコ明るくて元気よく、ねえー、優しくにっこりみたいなね、<laughs> そういうお母さんに憧れる気持ちも分かるけど、ね、やっぱイライラするでしょ もうイライラしますよ。だって自分がやりたいことがあるのにそれができないとかね。今から料理作ろうと思ってんのに、なんかこのリビングをうわーってこの積み木やレゴでね、えー、こう乱雑にうわーってこう広げられたりしてね、えー、料理の、料理のこともできないとかね。あるわけじゃないですか。それはイライラして当然ですよ。でイライラすることには理由があるんですよ。ね。イライラしてはいけないっていうふうに自分の気持ちを抑え込むんじゃなくて、何に対してどのようにイライラしているのかっていうのを言語化することが大事ですね。で、イライラっていうのは、 ね、自分の中にある理想と、そして現実とのギャップなんですよ。もっと言えば、自分の中にあるルール、何らかの考え方とかルールがあるんですね。そのルール通りに行かなかったからイライラしてるんですね。うん、片付けするべきってあ、片付けしていない。勉強するべき、勉強していない。兄弟うと、ね、仲良くするべき。 今日も喧嘩したみたいな感じでそういうことなんですねなので自分がどんなルールを持っているのかを知るチャンスなのでイライラした時こそ何に対してイライラしているのかでその背景に僕そして私はどんなルールを持っているのかっていうことをしっかりノートに書くっていうことも大事ですよねそうすることで自分のね呪いを緩める手がかりになりますと言ってもねそういう何々するべきを全部緩めないといけないかってそうではないんですよ そのべきっていうのは自分の中で大事な価値観であるのでただそれを緩めた方が自分も楽になったり相手も子供も楽になったりすることがあるのでその、えー、自分を苦しめてるルールであれば緩めたらえい,いですよねっていう話ですねその自分を苦しめるルールっていうのは間違ったルールとして僕は表現してますはいじゃあちょっとルイボスティー飲もうかうん <coughs> 次どこやったっけ ?8 ですね えー、親から植え付けられた呪いの緩め方十二分の八。誰かの役に立つべき役に立たなければあんたなんか価値がないみたいにどうでしょうか言われたことであったりそういうふうに思うことありません誰かの役に立ってる時だけ自分はここにいてていいんだとか存在してていいんだって思うその感覚なので困ってる人をほっとけないとか ね、なんかでき自分ができることがないかなって、えー、いつもそういうことを,に探,を探してしまって誰かといると緊張してしまう、ね、焦ってしまうってことありませんか 僕もね、かなりやるんですよ、これはね。人の役に立たないといけないっていうことがあって、もちろんね、まあ、あの個人事業として起業したわけで、やっぱりね、人の役に立たないと、えー、生きていけないんですよあの。給料が出ないんですよ。誰かの役に立つことで、その人,その,人の困ったを解決し、そうすることで、その対価としてお給料がもらえるっていうか、報酬がもらえるってことなわけでしょ。なので、人の役に立つってことは、生きるために大事なことなんですね。 だけど、人の役に立たなかったら自分には価値がないのかっていうのは別の話で。生きるためには必要なことだけど、役に立たなかったとしても自分には価値があるっていうことをね、これは少しずつ思えるようになってきました。これはどうやって思えるようになったかっていうのは、もちろんね、あのー、ゆるめる子育ての本にがっつり書いてますんで、そちらを読んでいただいたらお分かりいただけると思うんですけど、僕自身はね、あのー、 そのままの自分を受け止めてくれる人と長い時間を過ごすということ。これがね、やっぱものすごく効果ありました。まあ子供なんてそうなんですよ。子供の教育やってるんで、もう子供といるとね、もう僕がどんなヘマしても、まあ笑ってくれたりね、あの受け止めてくれたりするんですよ。ね <laughs>、おかちバカなことやってるで、みたいな、また失敗した、みたいなこといじりながらね、やってくれてる、やってるんですね。裏表なくね。で、その子供といると、なんかそのままの自分でもいいんだなっていう風にね、そういう風に思えるようになったり、あとは優香ちゃんやね、えー、奥さん。 おかちの妻さんですよ。妻さんといるとね、えー、おかちがどんなヘマしてもねそあの、ちゃんと無条件に受け止めてくれ,てくれ,てくれるのでね、えー、妻と一緒に過ごす時間を長いです。1日18時間過ごしてますんでね。はいあのー、長いので、その妻といるとあ、自分は誰かの役に立たなくても、ここにいていていいんだっていう感覚はね、えー、育ってきましたということですね。はい、えー、次は22分の9。人を嫌ってはいけない。 えー、みんなに好かれないといけないっていうことですよね。ことですよねどうですかそんな感覚ある誰かに嫌われてはいけないとか、人を不快な気持ちにさせてはいけないとか、ね、苦手な人でもうまくやっていかないといけないみたいな、そういうことありませんか、えー、おかちね、これ今ゼロです。はい。あのゼロってやつですよ。ほんまに。全くないですよ。あの嫌ってもいいんですよ。嫌いなものは嫌いってやるし、まあ、ブロックするよ。未だにね、もうあのー、 いまだに恨んでる人いますよあいつ。あいつだけは許せへん人が5人ぐらいいますよ。ほんまに。<laughs> まあ、それはあ、恨むことがどうなのかっていうのは人それぞれいろんな考えがあるけど、僕は許せないってことも許すってことを決めてるので、なんとしてでも許さないといけないんじゃなくて、許せない今の状態を許すっていうことで、僕は今心の平穏を保ってるので、嫌いな人がいててもいいんですよ。許せないやつがいててもね。あいつだけはほんま許されへん。いるよ。ほんまに。あいつとあいつとあいつ、聞いてるか <laughs> 聞いてたら困るんやけどね、まあ、今のでわかるかな、わかるかわからんけど、まあ、いるんですよ、いるんですよ。でもね、でもねじゃなくて、まあ、本題に入ると、そういうふうに僕はね、今は嫌ってもいいと思ってる、むしろ自分が嫌いな人に好かれること、これの方がね、不幸やなと思ってるんですよ。自分が嫌いな人にね、どこどこ行こうとかね、ま、え、る、ー、ちゃんち行っていいみたいな、そんなん言われるとねいやいや、あなたと時間過ごしたくないんですけどみたいな、思うんですよ。 でストレスなんですね。嫌いな人と過ごす時間が。だから、自分はこういうことは嫌い、ああいうことは嫌いであったり、こういう生き方をしているっていうのはもう全部出してるんですよ。自分という人間。自分という人間をそのまま出してるとね、だってこれ1時間の長尺動画でしょ動画っていうかまあラジオなんだけど、こんだけ話しててさ、自分のこと隠せへんよ。<laughs> これもう自分そのままを出してるから、自分のできてないこともうまく話せないことも全部出してるわけでしょ、うん、それってもう隠せないんよ。 でそのままを出すことで何がいいのかっていうと自分に合わない人は寄ってこないってことです。はい。だからこれはすごく救いです。だから自分に合わない人は自分そのものを出してるから。だから、あのー、今講座とかでね。 えー、おかちのボイシー聞いたとか、この YouTube 見てきたって方はね、そのままですねって言ってくれます。あの動,画動画とか、えー、ラジオそのままのキャラですねっていうに言ってくれます。それは普段から自分というのはこういう人間だって考え方とかも発信してるし、自分が思っていること、感じていることっていうのを嘘、偽りなく話している。だからたまに間違えることがあるんですよ。で、間違えたときは、間違ったときに気づいたら、あ、あの時のあのことは間違ってる。今私はこう考えてるっていうふうに言,言ったらええと思ってるんですよ。だから いつの時代も正しい考えとか、自分が変わらない価値観なんとかないんですよ。ないから、今の段階で私はこう思うっていうことをしかやってないんですよ。このラジオでも。ね、発信はそうなんですよ。だから、楽にできるんですね。で、なんか考えが変わったら、おかち、考え変わったでって言ったら、いいだけの話なんですよ。だって僕は自分の意見を話してるだけだね。ね。あの時はこう思ってた。なぜならこうだから。でも、そこからこういう経験をして、今はこう思う。これでいいじゃないですか。っ、ね、て僕は思ってるから、そのままの自分を出してます。 で人を嫌っっててもいいと思ってるし、えー、むしむろ自分が好きな人と一緒にいたいと思ってる。うん、自分が好きな人と一緒にいたいね。うん、もちろん敵をわざわざ作る必要はないよ。だけど自分が合うなと思う人と一緒にできるだけ長い時間を過ごしたいと思ってる。うん、はい22分の10。自分の感情を出すな。これありませんか ね子供の時に泣いていると、そんなことで泣くなとかね、お兄ちゃんでしょう我慢しなさいって言われたいとかね、えー、そんなことでイライラしないでとかね、自分が何か思ってる感情を出したら、えー、その感情を否定された。 感情に蓋をされたってことで、自分で自分の気持ちを、ね、抑圧する癖ができてしまっている方も多いですよね。そのままの自分を出してはいけないとか、本音を言ってはいけないとかね、本当の自分でいてはいけない。だから人といるときは、なんかこう明る,明るい自分を作ってしまったり、ピエロのようにね、周りを盛り上げるというキャラを演じてしまうということ。でこれはね、やっぱ苦しいんですよ。僕自身もね、あのピエロを演じてたこと結構あります。えー、2年ぐらいかな。 高校1年から高校2年、ね。まあ、基本的にずっとピエロだったんですけど、本当の自分出したら嫌われてたから。実際嫌われてたんですよ、僕の場合はね。<laughs> うん。嫌われてたから、出したらあかんと思って。でも、学年変わるたびに、ね、本音の自分を出すんだけど、やっぱ嫌われるんですね。うん。で、そういうこともね、あの重なって、まあ、自分はそのままの自分だったらあかんねやろなと思って、ずっと蓋してたよ。でもね、これやっぱ苦しいんですよ。本当の自分を出せないっていうのはやっぱ苦しい。だって自分がリラックスできないから。安心できないんですよ。どこに行っても安心できない。どこに行ってもくつろげない。 うん、なので、友達に嫌われることがなかったとしても、自分が苦しい。うん、なんで僕はやめました。どうですかあなたも。苦しくない本音を隠したまま。本当に思っていることを言わへんかったまま。苦しくないね思っていることを言わない。感じたことを出さない。もしそれが苦しいんだったら、どうですか 違う生き方もありますよってこと自分の感情を隠して、ねえー、偽物のキャラで生きることもできるし本当の自分を出して、えー、本当に自分がいいなと思っている生き方を作っていくこともできる。選べるのはあ,あなたです。あなたが選んでいいってことよね。うんその親に ね、作られたそういう人生脚本に従って生きることもできるし大人になったあなたが自分はこう生きたいという人生脚本をね書き換えて新たな人生脚本を作ってそれに従って生きることもできますそういう人生脚本を一緒に書き換えるっていうプロジェクトがね生き方プロジェクトであったりライフスキルコーチ認定講座っていうのがありますねこれも公式 LINE で案内を出していくのでまたチェックしておいてくださいということですねはい22分の11頼み事を断るな うーんな脳が言えないってことで、人から頼まれたら断れないとか、そういうことってある僕はね、これはね、あんまりなかったな。で、今もないです。できないことはできないっていう。やりたくないことはやりたくないって言います。ね、ね、やっぱその、限られてる命だから、24時間ね、1日24時間、睡眠8時間とってたら16時間じゃないですか。とはいえ、16時間全部自分の自由に使えないわけでしょってなった時きに、なあ無駄なことをしたくないんですよ。 無駄なことっていうのは自分が苦手なことであったり、やりたくないことに時間を注ぎたくない。できる限り外注して、僕は自分がやりたいことであったり、自分が得意なことに時間をつく使っていきたいなって思う。だから頼み事が僕の得意なことだったらやるけど、苦手なことなんだったら、もっと得意な人いるよっていうふうに紹介してあげます。その人はね。 ね、その頼み事を断ったらもちろんね自分がいろんなことができるようになっていろんな人の困り事を助けることもできるんだけどそうなってしまうとね結局あなたは何者なんですかって言われたときに答えられなくなるんですよ。いわゆる器用貧乏ってことでいろんなことできるんだけど私はこれができるってものがない結局私がこれがだできるってものがなかったら自信が持てないですね自分にそう。これだけは負けないっていうものを作っていくことが大事で,でそのためにはやっぱり限られている時間を自分がこれだっていうものに投下することが大事なんですよ。あれもこれもこ、うん 自分のね 10, 10個20個あることに時間を注ぐんじゃなくて分散させるんじゃなくてこれだっていうただ一点に命を注ぐことでこれだっていう自分の武器が見つかるってことですよねそういう意味で僕は頼み事を断るなってことですビジネスでこんなことわざがありますよ、うん、格言かなうん頼,みご頼まれ事は試され事みたいな うん、っていう風なねことを言われて人から頼まれることには断ったらいけないよみたいなこれはあなたの実力が試されてるんですよみたいなことがあるんだけど僕はねそれはね、あのー、もう一切無視してます、はい、<laughs> そういうことを言う人がいたらあ確かにそういう考え方もあるねでも僕はこれとこれをやりたいからその頼み事にはお答えできないわって言いますねはいはいじゃあ残り半分やねここまで来た。 親から植え付けられた呪いの緩め方22分の12親に感謝しろどうですか親に感謝しなければいけない親を敬わなければいけない親孝行しなければいけない親に寂しい思いをさせてはいけない親に優しく接しなければいけないそのような思いで自分を縛っていませんか ね、もちろんモヤモヤせずにそれができるんやったら何も問題ないですでもなんかモヤモヤするんだよねってね親といると冷たく当たってしまうであったり優しく接することができないでもそんな自分はダメなんだって、ね、親孝行しないといけないんだっていうふうに自分を責めてしまうそれで苦しめられている方もほんまに多いです 本当は親孝行したいんだけどとか、親に寂しい思いをさせてはいけないけど、親と一緒にいるといつも喧嘩してもやもやしてしまうから、親の元には帰りたくないんだと。ね。そういうふうに、親に対してもやもやした気持ちであったり、まだまだ許せない気持ちがあるにもかかわらず、親に感謝しなければいけないっていう気持ちを持っていると、これめちゃくちゃ辛いんですよ。だって自分を責めてしまうから、そのように思っている自分自身をね。 苦しめてるんですね自分で自分を自自分で自分でを縛ってるんですよ。この親に感謝しなければいけないとか、親孝行しなければいけないっていう、その呪いがね。はい、なので、なのでね僕がいつもお伝え,お伝えしているのは、別に親孝行なんかせんでもええよってことなんですよ。したかったらしてもいい。そうでしょしたかったらしてもいい。 死んだ時に後悔するんじゃないか。もちろんそういう気持ちはあります。後悔するんだったら後悔しない程度でね。自分が今思うことを言ったらいいし、できることをやったらいいし。別にそれ以上ね。世間の世間のね、えー、なんかご家庭では。 ななな、んんか、えー、なんだろう還暦のお祝いで北海道に行ったとか、米寿のお祝いで一緒に温泉に行ったとかね、なんかそういう考えもあるわけじゃないですか、そういうやってる方もね。だからといって、あなたがそれと同じことをする必要はないということやし、親,親に対して許せないって気持ちがあったり、親というと、えー、もやもやするって気持ちだったり、親が憎いっていう気持ち、それはあなたが感じた確かな感情なので、それを否定することは あらへん、あらへんですよ、ね。自分を否定する、自分の気持ちっていうのは確かに感じている事実なんですよね。うんで、それを蓋をしてしまうと、ますます自分軸で生きられなくなる。つまり、自分の心がわからなくなっていくる。だって心を閉じ込めてるんだから。心を閉じ込めてる状態で自分の心なんかわかんないですよ。何がやりたいのかとか、どう生きていきたいのかわかんないですよ。わかんないから、ますます他人の意見に振り回されてしまうってことになっちゃうんですね。 なので、今確かに感じている感情を認めてあげる。そのように感じてもいいんだと許可する。それがたとえ、親のことが憎いっていう感情であっても、親が嫌いっていう感情であっても、親に感謝なんかできないっていう感情であってもです。 はい、それを認めていくこと、自分を受容することからすべてが始まるって僕は考えています。自分を理解するあ。ここやな。自分が今どういう感情なのかを理解する。自己理解。そしてその理解した感情を受容する。自己受容。そこの、そ,のそこを受容して初めて自分を肯定できるようになると。ありのままの自分をいいねって思えるようになるっていうことですよね、はい。なので、なので、親に対する憎しみであったり、腹が立つっていうこと、それも許してあげてもいいんじゃないでしょうかということです。 はい22分の13怠けてはいけない。 サボってはいけない、ねえー。努力しなければいけない。頑張らなければいけない。今楽してたら、絶対将来苦労するから。だから、えー、とにかく、えー、みんなが休んでる時こそ頑張れみたいな、そのようなことで自分を縛っていませんかってことなんですね。もちろん頑張ることも大事だし、努力することも大事。だけれども、自分の心を、ねえー、壊してまですることですかってことですよ。 自分の体がもう限界ってて悲鳴を上げている。ね、頭も,もう真っ白という,か,もうなんかいろんなものが入っていっぱいいっぱいでもう集中できない状態でも仕事休めないんだよねとか家事も休めないんだよね誰にも頼めないんだよねっていうのを でね、えー、まだ頑張れる。私が頑張らなきゃっていうことでね、奮い立たせて、えー、努力して、頑張って、家事や育児をされている方も多いんじゃないかなと思います。もちろんね、自分がやらなかったら、子供どうなんねん、ご飯どうなんねんって、いろんな不安なこと、心配なことはあると思うんです。あると思うんだけど、ね大事なことは自分の体を守ることじゃないですかそれ以上に大事なことあるだって自分の体が壊れてしまったら、逆にその間、誰が家事するの誰が育児するのっていう話じゃないですか。 で壊れたものを元通りにするのは、メンテナンスすること、調整することよりも、ね、何倍も時間かかるんですよ。労力がね。一旦壊れてしまったらね。大変なんですよ。なので、壊れないようにメンテナンス、ね、自分を整えていく。その整いというのは自分の心と体をじゃないですかね。今しんどいなと思ったら休むってこともそうだし、ね、こんなことやってみたいなと思ったらそれをやってみて心を満たすってこともそうだし、そうしないと自分がね、ご機嫌な状態で子供と関われないでしょ。 ね、やっぱりそのイライラするっていうのは自分の機嫌に大きく左右されるんですね。自分がご機嫌なとき、例えばね仕事でいいことがあったっていうことであればね少々家が片付いてても向かってせえへんけれども会社で上司に怒られたとかね、えー、なんか嫌なことがあってそれで家帰ったら、えー、部,屋部屋がねうわってもうおもちゃでねおもちゃのなんかパズルのピースとかでうわってこうぐちゃぐちゃになってたら何やってんのってなるわけでしょ。 子供が同じことをやっていても、え、同じ、同じことを言ったとしてもね、同じことを言ったとしても、自分がどういう状態なのかによって、えー、その時の反応が変わってくるんですね。なので、なので、自分の状態を整えるってことは、やっぱり子育てにおいても大事だし、あなたの命、あなたの、なんだろうな、人生を考えても一番大事なことなんじゃないかなって僕は思いますね。まずは自分から整えるってことですね。怠けてもいいんですよ。休んでもいいんですよ。<laughs> ね、僕はそう思うんですけど、どうでしょうか。 はい。22分の14。甘えてはいけないね。なあ、甘えてはいけないね。なんだろうなあ、自分のね、こんなことやりたい、あんなことやりたいってことを言ってはいけないとか。 ね、えー、なんだろうな、甘えてるってことはどういうことなんだろう。まあ、例えば子育てやったら分かるですよね。子供がおもちゃ買ってとか、絵本、絵本読んでってこういうふうにね、甘えてきたら、そんなこと自分でやりなさいって言ってしまったりね、甘やかしてはいけないっていうね、そういうね、思いが強くて、子供の甘えに応えられないっていう方、で、答えていいのか、答えてはいけないと思っている方もいらっしゃると思います。はい、で、まずね、子育てにおいて言うと、子供の甘えに応えるっていうのは、ものすごく嫌、いや、 ものすすごく大事ななことなんですねであの自分が、ね、欲求を表現して、ねの、水が飲みたいとか、ね、絵本読んでほしいとか、おもちゃ買ってほしいとか、それに対して周りの人がどういうふうに反応するか、その反応を見てるんですね。その反応によって、あ、自分は生まれてきてよかったんだとかね、えー、ここにいていいんだとかね、えー、自分は愛されてるんだっていうことを実感できるってことですね。それが、えー、自己肯定感になっていくわけじゃないですか。 なので、甘えには応えるということはものすごく大事。それによって愛着関係もできていて、子どもの心の中に絶対的な安全基地ができるんですよ。なので、甘えには応えましょうと。ただね、ずっと言ってるのは甘えには応えるけれども、その要求に応えるかどうかは、ノーの時があってもいいよということですね。気持ちにはイエス。ねえ、要求にはノー。 の時があってもいいよ。イエス s ア・ノーですね。そう答えられることは答えていいし、絵本読んであげたらいいよ。ね、おもちゃ買ってあげたらいいけれども、答えられないときは、えー、それは今はできないよって伝えてあげることもないですね。じゃあ、具体的にどういうふうに子供と接するのかっていうことはね、えー、とゆるめる子育ての第一章の、まずまさに一番最初の項目で、その甘えに対してどういうふうに受け答えするのか書いてるんで、それ買ってください。ぜひ読んでください。それお願いします。はい、ちょっとルイ・ボスティー飲もうか。はい。 分分の15自分でやらないといとけないああこれねまあ3のね分からないといったらダメにも結構近いんですけども何だか人の手を借りてはいけないっていう考えですよね。 うんだって人に頼み事をすると人も迷惑なんじゃないかとか人も困ってしまうんじゃないかと人を困らせてはいけない人をこも、ね、に迷惑をかけてはいけないっていう思いからね、えー、この今の苦しいことも自分でやらないといけないと思って、えー、仕事を抱え込んでしまって苦し,め苦しまれている方も多いんじゃないかなと思いますでまずはっきり言うと自分が苦手なことは誰かの得意なことなんですね自分が嫌なことが誰かの好きなことなんですね なので、嫌なことであったり、苦手なことっていうのはどんどん頼んでもいいと思う。で、その反対に自分は自分が得意なことで誰かの役に立てばいいっていうのが僕は基本的な考えですね。あれもこれも苦手なことも得意なことも全部好きなことも嫌いなことも全部自分がやらなあかんじゃなくて、自分は得意なことと好きなことをやって、苦手なこととか嫌なことは誰かに任せる。そうすることでね、社会はうまくピースがはまって、うまくいってると思うんですよ。そういうふうにね、助け合いの中でね。なので、 あのー、別に自分でやらないといけないってことはないんじゃないかなって僕は思いますただね頼れる状況と頼れない状況もありますよねワンオペ状態で主人はもう単身赴任で家にいないし、えー、自分の親も遠いところにいるで今3歳の子供と、えー、不登校になった6歳の子供ずっと家にいるし、ね、全部自分が子供にご飯作ってあげなあかんし、ね、頼れる人がいないんだっていう現状もわかります現状分かりますただその中でもね どうやって、えーた、その、なんだろうな、今のこの状態、全部自分でできるようになったらいいよ。できないんであれば、できないっていうことを認めた上でね、どういうふうに人の力を借りるかっていうことも考えていくことも必要なんじゃないかなと思います。それは、お金を払って外注するってこともそうだし、専門的な機関に預けるってこともそうですね。フリースクールとかも含めてね、託児所とかもあるし、そういうことも含めて、できないことはできないって認めた上でね、えー、自分が苦手なことであったり、できないなと思ったことは誰かに助けを求めるってこともあ あの自分の心の心健康を保つ上では大事かなと思いますで子育てにおいてはね、親が安心していること以上に大事なことはないんですよ。そうじゃないですか。親の心が安定している、安心していること以上に大事なことはない。でそうやっていろんなことを抱え込みすぎて、ねえー、自分の心が不安定になったり、体を壊してしまうと、それは子供にも影響してくるということなので、なので、先ほどからお伝えしている通り、まずは自分の心と体を満たしていくということ。 このメンテナンス以上に大事なことはない。で、無理してるなと思うんだったら、何としてでも頼る。もしくは、えー、ちょっとできないことはできないって認めた上で、えー、子供にそれを伝えるってことも大事なんじゃないかなって思います。じゃあ、伝えた上でね、じゃあ、子供に何かをしてもらうにしても、幼いから何もできないのっていう気持ちもわかります。で、何かを我慢してもらうことってことですね。例えば、絵本読んでって言われても、ちょっとごめん、今、こうこうこうだから、明日にしてくれるとかね。そういうことですね。はい。22分の16。 いい子に育てなければいけない。どうでしょうか、ねええー、周りから見て恥ずかしくないような子に育てないといけないとかね、えー、どこに出しても恥ずかしくない子ってこれ難しいですよね。うん元,気元気よくて明るくて、はいって返事するような子、靴を揃えてみたいな、そういう、なんだろう、大人が喜ぶような子に育てなければいけないと思ってませんかどうでしょうか、ね、僕か僕か僕はね、なんだろうな、そういうような、 自分の気持ちを押し殺して、えー、礼儀作法で固められた子よりもね、えー、少々靴も揃ってないし <laughs>、ねえー、話も聞くことができないし言ってることも知り滅裂かもしれへんけれども何ていうかそういうその,日その子らしさの何かが見えたときにやっぱりね嬉しいしでそこを伸ばしてあげたいと思うんですよね。うんでやっぱ子供の時 だからこそやっぱ子供らしくいれるのに子供の時に大人であることを求められるとねやっぱりこれ苦しくなるんですよ。それはアダルトチルドレンって言葉にもある通りアダルトチルドレンっていうのはいわゆる生きづらさを抱えた大人ですよね、うん。子供の時に自分の気持ちを抑圧されて子供なのに子供を生きられなかった人が将来アダルトチルドレンになるんですよ。ね 自分の心が満たされないから、えー、周,りの答え周りの期待に応え続けてきた結果、自分が何がやりたいのか分からない。だから、ますます人の、えー、指示とか期待に応えるような動きをしてしまう。で、えー、どこまで行っても答えられなくて、頑張るんだけども、消耗してしまって、鬱になったり、引きこもりになってしまうケースもあります。はい。なので、なので、あの、いい子に育てなければ、その、世の中が求めるいい子を子供に当てはめてしまって、えー、なんだろうな、この、突き出た部分を安いで削るような育て方ではなくて、えー、あれですよ。この この突き出た部分をうまく発揮できるような環境を用意してあげてそこを伸ばしてあげるってことはすごく大事なんじゃないかなって思います。まあ、この例えがいいかどうか分かんないけれどもね、あのー、習字が字を書くのが嫌いな子供にね、落ち着くあの、落ち着きがない子供にね、習字教室通わしたらじっとするんじゃないかとか、えー、字がうまくなるんじゃないかって。 ね、その子の苦手な部分を直そうってそういう関わり方も一つあると思うんですよ。まあ、これがねいいとか悪いとかではなくてそういう関わり方をすることでその子の特性が削られてしまうんですよってことも理解することが大事なんですよ。つまり特性であったりその子の才能っていうのは場所によって短所として出,さ出ることもあれば長所として発揮されることもあるってことなんですよ。 例えば、お価値は落ち着きがないってどこに行って言われましたよ。でも、この落ち着きがないっていうのは、い,いろんなことに興味を持って、すぐにやらないと気が済まないっていう特性なんですよ。で、これっていうのは今、ビジネスの中でね、あれやりたい、これやりたいって思ったことを、どん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 商品を作っていくってやったり、動画を作っていくってやったり、記事を作っていくって、そっちの方に生かされてるんですね。はい。なのでこう、こういうね、その特性を直そうとすると、それは才能を削る行為であるということもね、 自覚した上で、ね、世の中が求めるいい,子っていい子像を子供に当てはめると苦しくなるよっていうこと。それを自覚した上でそれをやるんやったらいいけど、それをやった先に、ね、ど,うなるでどうなるんでしょうかっていうことですね。まさしく金太郎飴みたいな感じで、えー、同じような、もう、なんだろうな、あのー、リクルートスーツ着て、えー、リクルートスーツ着るの悪いわけじゃないけど、なんか、なんだろう、全然なんかほと他の人と同じような。 あのその暮らしさが全く見えない人材になっていくこともあるよね。はい。じゃあ次は22分の17かな。稼いでいる人が偉い人。どうでしょうかそのような考えありませんか私はずっと専業主婦でお金を生み出してないし、自分のためにお金を使ってはいけないとか,とかね。うんあの。稼いでいる人の意見を聞かないといけない。えー、夫はいつも。 頑張ってるし、出世もしてお金を稼いでるから、あのできる限り価値とかも頼まないようにしようと,ととかね。自分は稼いでいないから、自分の意見なんて、えー、全然価値がない。あー、すみません、シャックが止まら。はい。自分の意見なんて価値がないんだとかね。なんかそのように感じることありませんかで、本当にそうなんでしょうかってことです。で、その姿をね、子供も見ているんですよ。お金を稼いでる人が偉い人っていう価値観をね、子供に教えているということなんですね。 本当にそうなんでしょうか、ね、その価値観を子供に教えていいんでしょうかってことですね。お金を稼いでる人がいなくて、お金を稼いでいない人を見下すようになるんですね。そういう子供を育てていいんでしょうかってことですねで。で、自分がそういう態度でいると、子供はそういうことを学んでいくんですよ。ね。はい。で、 お金を稼いでいる人が偉い人ではなくて、それぞれにはそれぞれの役割があるよねっていうことですよね。お金を稼ぐという役割もあれば、料理を作るという役割もあり、お風呂を洗うという役割もあれば、子供の習い事に送迎するという役割もある。その役割を誰がこなすのかということで、役割に上下はないと思っているんですよ、僕は。その一つの目的を、まあね、家事が、ね、家族全員が幸せに過ごす、円満に過ごす、日常生活を滞りなく過ごしていく、そのために必要なこと。 誰がやるののかかいいう役割の問題じゃないですかお金を稼ぐ役割の人もいて、ねえー、お風呂掃除する役割の人もいる。そういうことをしっかりと認識した上で、えー、家族で暮らしていくってことがね、僕は大事なんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。お金を稼ぐ人が偉いじゃなくて、えー、役割に偉上下関係もないし、誰が偉い、誰が偉くないっていうのもないとなぜなら料理を作る人がいなかったら、料理がないから、料理がないから困ってしまうわけじゃないですか、家族が。 料理を作ってくれる人、お掃除してくれる人がいるから、ねえー、ストレスなく暮らせるわけじゃないですか。お金を稼いでる人がい偉いって本当にそうなんでしょうか。もしパートナーがそう思ってるんやったら、それは違うと思うっていうふうに話し合うことが大事だと思います。根本的に稼いでる俺が偉いと思ってたら、これどんな話しても通じないんですよ。これからどんな話をしてもね。俺の意見が正しいってなってしまうと、ちゃんと自分の意見を聞いてもらえないじゃないですか。 なのでお互いがちゃんと思ってることを言い合う関係を作ることっていうのはパートナーシップにおいてものすごく大事なことだと僕は思っていてそのためにこの稼いでる人が偉いっていう考えはあの邪魔をする価値観だと思うのでそこに対してはパートナーと話し合うことは僕は必要かなと思ってますいかがでしょうかはい親から植え付けられた呪いの緩め方22分の18お金にならないことは無駄なことどうでしょうか 子供がね、ダンゴムシツンツンしてて、何やってんのって、ね、そんなことやって意味あんのそんなことやってるんやったらまだ夏休みの宿題いっぱい残ってるやん。まずそっちやりなさい。計算ドリルはどう読書感想文は残ってる。いつまでツンツンしとんねんみたいな感じで、やってることが意味があるかどうかをお金になるかどうかであったり、えー、学力につながるかどうか。 であったり受験のね、えー、テストのスコアを上げることに繋がるかどうかみたいなことで測っていませんかということですよいわゆるのは一言で言うとお金にならないことは無駄なことだと 捉えてていいませんかっていうことですよねそれは自分のことでもそうだよね、えー、自分がやりたいこと見つかった。うん、それは何だろうな。えーお、親御さんがね居場、親御さんにとっての居場所を作りたい。フリースクールを作りたい。みたいなね。そういうやりたいことが見つかったときに、あ、これってお金にならないんじゃないか。やめといた方がいいんじゃないか。って思ってやめてしまうであったり、まあ、例えばパン屋さんやりたいっなったときに、これパンってやりたいんだけど、これどうやったらお金になるんだろうとかね、えー。パンを勉強したいいんんだけどこんなこなななととやっっててもお金稼げかから無駄かなって思って 諦めてしまったりそういうことでなんだろうな自分がやることもそうだし子供がやってることもそうだしお金になるかどうか、ね、将来の役に立つかどうかそこで判定していませんかっちゅうことですよねうんまあもちろんお金を稼ぐことはすごく大事なことですよすごく大事なことだけどやっぱお金を稼ぐことだけが人生じゃないじゃないですか自分のいわゆるパッション喜び喜びのためにするってことも僕は大事だと思うんですけどどうでしょうか おかしギターやってまますこれ誰も喜び,ます喜びませんよでも僕がそのねギターの音を鳴らすと僕自身が嬉しいんですよ。優雅ちゃんとセッションしてそれがお金にならないけど僕自身が嬉しいんですよ。 ね、そうやって自分がやりたいことを誰かの基準、物差し、お金を稼げるかどうかっていう物差しでね、人の役に立てるかどうかっていう物差しで、それを判定して諦めてしまって本当にいいんでしょうかってことですね。そう、自分なりの物差しを持って、ね、それがお金を稼ぐことももちろん大事だけど、お金を稼ぐ以外の時間ではね、人の役に立つかどうかとか、ね、お金を稼げるかどうかってことは考えなくてよくないですか子どももそうです。 学校では勉強してる。学校以外のフリ,ースフリーの時間でね、子供が好きなことをやるってことも、僕は大事なことだと思います。そうやってあの、テストの点数が上がること、上がるんかなって、上がる,上がるかどうかわからないこと。だけど、本人がやりたいこと、それが団子虫つんつんかもしれへんし、靴飛ばしかもしれへんし、なんだろうな、えー、鬼ごっこかもしれへん。何かわかんないけど、そういう遊びの中でね、本当にやりたいことが見つかったりね。 一緒に遊ぶことで、そういういわゆる非認知能力、人とつながるってことであったり、自分で遊びをクリエイトしていく力であったり、えー、自分が何が楽しいのかが分かったりね、そういう自分の興味、好奇心を見つけて、それに対して没頭する、いわゆる集中するであったり、えー、夢中になるって言ったり、そういうね、目に見えない力っていうのはね、あのお金になるかどうかって人の物差しでやったときではなくて、ね、自分がやりたいからやるっていう物差しで動いたときに、そういう非認知能力って高まっていくんですよ。なので、 親から見て無意味やなと思うことでも本人がやりたいなと思ったら、ま、やらせてあげるっていうのはどうでしょうかそれが生きる力につながるし自己肯定感コミュニケーション能力自分で考えて行動する力につながると僕は思いますでそこで培った集中力っていうのは勉強にも活かせると思いますで自分のことでもそうです、ね、これは人の役に立てるのかどうかとか家計の足しになるんかなっていう観点じゃなくて、ね、やりたいことやったら良くないですか自分の心が求めてるんだったらそれをやったら良くないですかどうですかダメですか ね、だって家事やって育児やってその余分の余った過処分時間をどう過ごそうか勝手じゃないですかやりたいことやってよダメでしょうか僕はいいと思うんですけどダメですかはいお金にならないことは無駄なこと僕はそんなことはないと思いますあなたはどう思いますかはい22分の19自分のためにお金を使ってはいけないそのような考えはありませんか ねえ自分のために使うんやったら少しでも子供の教育、本を買ってあげたいであったり、習い事を生かしてあげたいとかね、えー、家族が喜ぶこと、ね、料理、おいしいご飯を作ってあげたいってね、そ家族のため、夫のため、そして旦那のため、夫と旦那一緒やな、えー、妻のため、そ,しそれから、えー、子供のためにね、えー、やってあげたいっていう気持ちはわかります。その気持ちはわかるんだけれども、自分のためにお金を使ってはいけないってことではないと思うんですけど、どうでしょうか。ねえー、それが別に10万、20万使えって言ってるわけじゃなくて、 毎月これだけは自分のために使っていて自分で決めてねその範囲内で自由に使ってもいいと思うんですけどどうでしょうかだめでしょうかもちろん自分の範囲内で使うんだけどでもこれは子供のためになるから子供のために使ってあげようって気持ちもいいですいいんですけれども本当に自分が欲しいものがある欲しいものがあるんだけども自分の気持ちは我慢しないといけない後回しにしなければいけないっていうそういう呪いのためにねそれが使えないっていうんだったらその呪いは緩めてもいいと思うんですけどどうでしょう はい、あの先ほどにもお伝えした通り、自分の心を満たす、心を満たすっていうのは、簡単に言えば、ね、欲求を叶えるってことなんですよ。自分があれが欲しい、これが欲しいって欲求を叶えることで、ガソリンが,、ねえー、ガソリンが満タンになるんですよで。ガソリンがない状態では、どんな性能のいい車でも走らないんですね。そうだからこそ、ガソリンを入れてあげることはすごく大事であり、もっと言えば、自分の欲求を叶える、欲しいものを買えっていうことですよ、<laughs> 簡単に言えば。 ね、それも、ね、たくさんお金を使えって言ってるわけじゃなくて、えー、1ヶ月これだけは、えー、自分の贅沢だなと思うことでも使ってもいいっていう範囲を決めてねその範囲の中で自分の欲求を満たしてあげるってことはあの子育てにもつながるし家族のためにもなると僕は思うんですけどいかがでしょうかはい22分の20子供を預けてはいけないねえ。 えー、子供をもから離れてはいけないとか、まあ、子供の要求に応え,えないといけないとか、えー、子供と一緒に遊ばないといけないとかね、えー、子供を他人に預けてはいけない、託児所なんて持ってのほかみたいな、そのように思ってることってありませんどうでしょうか。 ね、もちろんね、あのー、親が見てあげるってことでもいいと思うんですよ。でもその、それでね、自分が苦しくなってる状態なんだったら、それを緩めてもよくないですかってことなんですね。子供を預けてもいいし、一緒に過ごしている間に自分ができることをやってあげたら僕はええと思うし、誰かに預けるってことは子供にとってもいい経験にはなると思います。もちろん、どんな環境かっていうのはちゃんとね、選んだ上でね。選んだ上でその、そこの環境でしか、ね、出会えない人もいるし、そこの環境の中でしか遊べないこともあるし。 なので、いろんな環境を体験させてあげるっていうのは子供のためにもなると思うんですね。もちろん、先ほどにもお伝えした通り、どんな環境かっていうのはもちろん選んだ方がいいけれども。ね、でもちろんあの、子供の面倒を見てあげたいという気持ちも分かるんだけど、自分にも、えー、自分のエネルギーは限られているし、時間も限られているっていう中で,、ねっていう中であの、全部が全部自分でできないじゃないですか。で今、自分が苦しい。 ね、ちょっと悲鳴を上げているっていうことであればね、えー、そういう託児所とかも利用するのは僕は一ついいアイディアなんじゃないかなと思いますであったり外注するであったり、ね、家に来てもらって子供と遊んでもらうであったりねえ長、ー、いことのあの長いことというか家庭教師の先生遊ぶ専門のね先生を雇ってもいいわけじゃないですかじゃあお金どうすんねんってもちろんそういう発想はあるよだからそのお金を使うかどうかっていうこともねやっぱ今そのなんだろうなえー、給料も少なくなってるし物価が上がってるしねえー、できる限りお金を使う 会いたくないって気持ちも分かるし僕もそういう生き方してます。低コストライフでね。その気持ちわ分かるんだけど、自分の体を壊してまで無理することはないだろうってことですよ。なので、時には預けるっていう選択肢もいいし、預けて、その間にね、ランチをするっていうのも悪いことではないと思う。ママ友とランチしてね、ちょっと自分のね、えー、心を満たしてあげて、ガソリンを補給することも大事だと思うんですよ。ガソリンを補給しないと、イライラした状態で、不機嫌な状態で子供と関わるようになって、逆効果じゃないですか。 子供のためにやってるんだけどイライラしてしまって子供もなんかこう楽しい時間を過ごせない親子関係が悪くなる何のためにいるんだ子供を子供面倒を見てるんだろってことでしょそれだったら1時間2時間でパッて決めて子供を預けてランチ行ってご機嫌な状態で子供と関わった方,関わった方が良くないですかどうでしょうかはい22分の21「学校に行かせるべき」このような考えを持っていませんか ね子供は学校にいた行きたくないって言った時に、いや、そんなこと言わないでよ。今日は楽しいね、スイミングの授業もあるよって、今日の弁当じゃなくて、今日のカレ、今日の弁ね、えー、給食はカレーライスよって、えー、みんな行ってるんだから行きなさいみたいな、あの手、この手を使ってね、帽子かぶ、帽子ね、えなんだかぶらせてあげて、ランドセルね、こう持ってきてあげて、行ってらっしゃいみたいな感じでね、やることってありません ねえ、これね、これはね、やっぱり子供に学校を休んでほしくないであったり、学校を休んでもたら仕事どうすんねんであったり、いろんな不安であったり、恐れがありますよね。勉強遅れてしまうんじゃないかであったり、そもそも自分は学校に行くべきっていう考えがある。学校を休むっていう選択肢がなかったりね、夫にもね、学校には行かせなさいって言われたり、夫の親にもね、いつまで休んでるのっていうふうに言われたりとかしてね、んとか、学校を休むのはあなたのしつけが悪いのよみたいなことを言うてくる人もいるわけじゃないですか。 でそういうこともあって、まあ、自分は何としても学校に行かせないといけないと思ってしまう。まあ、こういう考えもあります。ただね、学校に行きたくないっていう、それはね、子供の声は、あのあのもう限界だよっていうサインなんですね。まあ、もちろんその、どういう、えー、もちろん子供によって違うよ。もうその子供によって違うけれども、そういうふうな、もう限界だっていうことを示す一つのサインになっていることもあるんですよ。 でやっぱりその夏休み明けであったり、ゴールデンウィーク明けであったり、長期休みの明けっていうのは、えー、自殺者も増えてるわけじゃないですか、自殺する人が多い、ね、9月1日は日本で最も子どもの自殺者が多い日として言われてますけど、やっぱりね、そういうふうに子どもを追い詰めてしまったり、家でもね自分の居場所がなかったら、子どもは、ね、行く場所がなくなる、居場所がなくなって、逃げ場所がなくなったら、もうこの世にいない方がいいんじゃないかと思ってしまうんですね。 なので、学校に行きたくないというサイン、それはもしかしたら何で行きたくないのかというのは子ども自身も分からないかもしれない。理由を聞くということもあると思います。でも理由を説明したくないこともあり、理由が分からないこともあるんです。その理由次第で休ませてあげるという家庭もいるけれども、僕は行きたくないと言ったら、まあ、そのちょっと話して、2、3話して、じゃあ今日は休もうかと言って、その日は休ませるというのが僕は第一選択だなと思っています。 まあそれはご家庭の方針なんでね、休ませろって言ってるわけじゃないけれども、少なくても親が学校に行かせるべきと思ってたら、子供はね、休んでいても休めないんですよ。僕が休んでることで、お母さんをがっかりさせてるんじゃないかって思うから、期待に応えてないんじゃないか、僕はダメなんじゃないかと、妹言ってるのに僕だけ休んでいて、僕がみんなに迷惑かけてるって思ってしまう、そういうふうに思ってる状態で休めますかって話なんですよ。ね 心が弱っている状態ではね、ストレスとかプレッシャーをかけずに、単純に休ませてあげるってことが僕は大事だと思っていて、休ませるためには、えー、学校に行かないといけないっていうふうに親が思っていると休めない。僕はそう思うんですけど、どうでしょうか。ね、で心が回復して、体も元気になったら、学校に行くっていうことも一つの選択肢に置いた上で、他の選択肢もね、探った上でね、その子に合う学びの環境っていうのを、えー、一緒に。 見つけていくっていうアプローチが僕はいいのかなと思ってます。で、不登校に対してはね、いろんな考え方もあって、今ここのコーナーでね、あがっつり話すこともできないので、またそちらでね、緩、えー、める子育てラジオのところにでもあると思います。すでに不登校の子に対してどう、えー、関わるのかっていうこともすでに登録、登録っていうかあの、投稿してるので、ぜひそちらを聞いてみてくださいということです。それでは最後ですね、親から植え付けられた呪いの緩め方22分の22。 子供を悲しませてはいけない。困らせてはいけない。傷つけてはいけない。子供にはずっとずっと笑っていてほしい。そのように思っていませんか、ね、もちろんね、子供には幸せになってほしいと思うのもいいし、子供には笑っていてほしいと思うのもいいんですよ。いいんだけれども、そういうふうに悲しいっていう経験も大事だと思うんですね。間違えて悔しいって思いをすることも大事だと思うんですよ。 その経験の中で僕たち私たちはいろんなことを学んできた。こんな言い方したら相手に傷つけてしまうんだなとか、練習あんましてなかったら試合で緊張してしまって負けるんだなとかね。そういうね、失敗経験であったりうまくいかなかった体験、いわゆる悲しいっていう体験によってね、悔しいっていう体験、嫌や,やなっていうその不快な体験によって、いろんなことを学んでいくんですよ。その学びの経験を親が奪ってしまっていいんでしょうかってことなんですよ。 もちろん子どもを楽しませてあげたいとかね、そういう気持ちはわかるんだけれども、子供がね、自然にやった行動によって、えー、得られる結果に対しては、子供に責任を持たせることが大事だと思うんですね。そんな言い方したら嫌われるんじゃないかとか、あそのやり方やったら今間違えるよだからこうやりなさいって親が先回りしてヘルプするんじゃなくて、 ね、子供が言ったことに対して周りが何らかの反応が来るそれを子供に体験させてあげるっていうのは僕は最良の学びなんじゃないかなと思います結局言って聞かせるってのは響かないんですよ響かないそれだったら自分がこうかなってことを子供に選ばせてあげて子供に体験させるそしてそこから得られた結果が子供を、ね、育ててくれると僕は思っているので悲しませてはいけないではなくて悲しい時に立ち上がる力を 身につけさせてててあげたらいいいんじゃないかなかっっ僕は思ってますでそういうね、立ち上がる力、いわゆるレジリエンスってやったり、回復性とか言われてますけど、そういう力を身につけるためには、実際にね、そういう体験を積み重ねるってことも大事だし、困ってる時、苦しい時に、 の居場所になってあげる安全基地になってあげるってことはすごく大事なんじゃないかなと思います先回りしてヘルプするんじゃなくて、えー、悲しいっていう気持ちに寄り添ってあげてね悲しむことは悪,く悪いことではないし悔しい気持ちも悪いことではないあなたは試合に負けて悔しいんだね悲しいんだねっていうその気持ちをね共感してあげることそれでいいんじゃないかなって僕は思ってます悲しま,せな悲しまないように先回りして助けるよりもねそっちの方が子供を自立させることにつながるんじゃないかなっておかっちは考えてますはいということう ということでね、今日はね親から植え付けられた呪いの緩め方ということでね自分自身が持っているまるすべきとかまるしたらダメとかまるしないといけないっていうねそういう呪い見えない鎖であったりそういうような信念や考え方に対しておカッチがツッコミを入れまくるというようなねコーナーでさせていただきました。 ねえー、もし、ね、何かしら、えー、共感できるポイントであったり参考になったってことがあれば高評価ボタンとかいいねボタンを押してくださいであのコメントも全部読んでますんで、えー、なんか感じたことをぜひ、ね、自分の外側に出してください外在化って言われるんですけど自分の感じた気持ちであったり、えー、考えていることっていうのを外に出すことで、ね、緩んでいきます、はい、緩むことで、ね、子供との関わりの中でも自然体でできるようになっていくと思います。 そこには自分の中にある完璧にしないといけないとか、ね、助けを求めてはいけないとかちゃんとした子に育てないといけないとかそういう何々しないといけないこうしないといけないっていうことを緩めるコツを52個紹介一人で、ね、こういう対話して考えるって難しいんですよ。 難しいので、その本を読みながらね、えー、お価値と対話しながら、自分の心と対話できる、そのような構成で作っております。どういうふうに緩めるのか、そして緩めた上で、どういうふうに関わるのかっていうのを、緩める子育てでがっつり解説してるから、もうここまで聞いてくださったあなたは、もう絶対に手に取ってください。はい、ここまで最後まで聞いてくださったあなたは絶対買ってください。あの、概要欄にリンクを貼り付けておきます。そして あのレビューアマゾンのレビュー、Amazon、のレビューもしてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいですアマゾンで買ってなくてもアマゾンのレビューはできます星マークだけだったら5秒で,できますのでぜひねレビューしてくださいレビューしたらおかっちレビュー書いたよって、えー、インスタの DM とかで送ってもらえたらめちゃくちゃ嬉しいですはいということでねこの番組では親も子も楽になるゆるめる子育てをテーマに子育てのイライラや自分攻めをゆるめるコツや 子供を自立させる関わり方を紹介しています、えー。こんな感じでね、長尺動画、緩く聞ける動画をね、二、え、十、ー、数本、数本ね、もうすでに撮っているので、ぜひね、チャンネル登録をして、そちらも合わせて聞いてみてください。はい。ということで今日はこんな感じでしょうか。まあ、概要欄にいろんな情報あるからね、そちらもぜひチェックしておいてください。あと公式 LINE は登録しておいてよ。 一番最初に言ったね、公式 LINE 登録して、I am a star スペースなしの大文字書いたら、えー、動画が届くんで、動画届くんで、えー、これスペシャルプレゼントなんで、I am a star って入れてみてください。はい、ということで今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star 自ら輝けば世界は延々と輝く。ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。だいぶリラックスできてきましたね。長尺動画もね。 第一回聞いてみてください。カチンコチンですよ。まあそんなこともないか。まあでもこういうのはね、話せば話すほど慣れてくるんですよ。慣れてくるっていうのはもう自分のそのままが出てくるってことです。そのままを出していきたいからね。